よく来たな。俺が何でも屋のキリン、報酬。って、なんだ。お客さんじゃなくて、うちの社員じゃん。こんなところまで出張、ご苦労様です。社員になった覚えはない。勝手に何でも屋を名乗るな。今すぐここから立ち去れ。ああ、いっぺんに言われてもわかりません。それに元はといえば全部クラウドのせいなんだから。せっかくジュノンにまで進出したっていうのに、誰も何でも屋さんのこと知らないんだもん。知名度ゼロ、仕事の依頼もゼロ。ほんと参っちゃってさ。仕方ないから、私がこうして大々的に宣伝してあげてるってわけ。地味くだくわい。そんなんじゃ廃業まっしぐらだよ。すまない。うわっ、なにこの子、喋れるの。よろしく。残念といえば、こんなに頑張ってるのに、未だにお客さんゼロでさ。このままじゃ、なんでも屋の社長兼宣伝部長の名が廃る。ってことで、早速こんなのも用意してみたんだよね。宣伝効果抜群でしょ。そう、モンスター呼んじゃった。おそらくこの不愉快な音のせいだろうな。なんでも屋さん、お願い。モンスター退治得意だよね。なんでも屋なら自分で何とかしろ。そう言わずに。あ、ほら、これあげるから。いらない。クラウド、このままでは我々も危険だ。行くしかない。大丈夫、私に任せて。頼るね。
任せろ。何を断ち切る。皆さん、それで何でも屋さんはどうなりました？出て行った。そうですか。じゃあここは片付けなくちゃ。それよりロドナーさんから聞きましたよ、皆さんも何でも屋をやってるって。いや、最初から言ってくれればいいのに、水臭いな。何かあったらまた力を貸してくださいね。